いてですね、最後にもう一本お話いただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。これは予選でご一緒させていただいた、はい、T1 予選でご一緒させていただいた時にお話しした話なんですけど、うん、僕数年前、もうコロナが流行り始めるちょっと前くらいまで、うん、とある施設で働いてたんですよね、うん、でこれ本選でもお話しさせてもらった施設なんですけど、うん、予選ではちょっと人コアチックな話をさせてもらったんですね、はい、でそれっていうのが仮名で行くんですけど、沢山さんという利用者さんがその施設にいまして、うん、でその施設っていうのは介護施設とかではなくて、これ言っていいのかな、ちょっと、まあ、住所のない方、とある事情で住所がなくて、まあ、身寄りのない方というか、まあ、いろんな事情を抱えた方っていうのが仮宿泊所として使う場所なんですね。おお、初めて聞いた、はい、で結構いろんな方がいて、多いのがそのどうしてもね、その元犯罪者の方とか、うん、あとは元ヤクザの方とか、はいはいはい、あとは借金で首が回らなくなっちゃった人とか、ギャンブル依存症の方とか、あとは基本的にはもうアルコール依存症の方とかっていうのがすごい多くて、うん、自分の力でちょっと稼げなくなっちゃった人っていうか、うん、自分の力で働いていけなくなっちゃった人とか、働くためのその条件が整ってない人とかっていうのが集まってくる場所だったんですね、うん、でその中に、まあ、とある国の機関からうちの施設に預かってくれって要請があった方がいて、ほう、でとある国の機関からの要請って基本的には断るんですけど、うん、その頃施設のちょっと経営状況が良くなかったのもあって、うん、うちの施設長さんが引き受けちゃった方がいたんですよね、うん、でその方っていうのが、まあ、児童虐待の、そういうパターン、はい、なるほど、っていう、まあ、あれでしばらく服役されていた方、犯罪者ってことですよね、はい、そうですね、はい、がいらっしゃって、その方が沢山さんという、うん、方なんですけど、ただまあ僕らもその背景を聞いてからだったんでかなり身構えてたんですよ、うんうん、なんですけどすごい丁寧な方で、丁寧っていうかちょっと丁寧さが行き過ぎてて、うわー気持ち悪い、そうなんですよ、はいはいはい、ちょっとこう何をするにも必ずしつこく報告をしてくる方だったんですよね、うん、例えばお風呂に入りますとか、そういうのって報告しなくていいんですよ、する決まりがないんで、勝手に入ってくれていいんですね、そうなんですよ、はい、一応順番は決まってるんですけど、利用者さんが使う、うん、ただその表に書いて利用者さん同士で管理してねっていうシステムなんですけど、うん、わざわざその事務所に僕らいるんですけど、事務所の小窓があって、うん、その小窓を開けてお風呂入ってきますっていう報告してくるんですよ、今からテレビ見ますとか、寝る時とかも今から寝ます言いに来る、しつけえなーってなって、やっぱりうちの職員も僕らバイトもその鬱陶しかったんですよね、煙たがってたんですよ、はい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 、まあしょうがないですよね、だから報告しに来るために、ああもういいっすよいいっすよとか言って言っちゃってたんですけど、それがある時僕が一人でその施設に夜勤で入ってる時に、いつものその今から寝ますっていうような時間にガーって開けて、飽きたよって思ったら、タバコ吸ってきますって言うんですよ、うん、であなんか初めての報告、そのタバコ吸うんだこの人、はいはい、沢山さんってタバコ吸うんだって思いながら、はい、ああはいどうぞって言って、うん、ガラガラガラってしまって、でそのまま俺一人だけど、一応夜勤中に仮眠が取れるシステムになってて、はい、ちょっとだけ仮眠を取らせてもらったんですよね、うん、眠りについてちょっと疲れてたのもあってすぐ眠って、こう寝てたらプルルルって事務所の電話が鳴るんですよ、はい、と思って、でガチャって出たら、お宅の施設の敷地内にちょっとなんか多分人だと思うんですけど、遠くてちょっとよくわかんないんですけど、暗いし、人っぽい何か倒れてるんですよねって電話来て、うんうん、でなんか大事だったら困るんで、うん、一応ちょっと報告がてら電話しましたって、うん、近所のおばさんからだと、はい、ああありがとうございますって言って、うん、で切って、えなんか嫌な予感すると思って、う
で敷地のその言われたところまで見に行ったら、沢山さんがうつ伏せに倒れて口からもう内臓みたいなのがこう出ちゃってる状態で倒れられてたんですよ。はい。でうわってなって、あ、飛び降りだって思ったんですよね。で、なぜ飛び降りだって思ったかっていうと、なんでこの沢山さんが言ったタバコ吸ってきますって、喫煙所が屋上にあるんです。なるほど。で、実は沢山さんが来るちょっと前にもう喫煙所で一回飛び降りがあって、あ、で、それがあったから気をつけてねみたいな、うん、あと監視カメラも設置してネットも設置して自殺防止用っていう対策はしてたんですけど、でも飛び降りれるんですよ正直。あ、なんか全然できちゃうレベルなんですね。全然くぐっちゃえばいけるしみたいな、はい、だったんですけど、あってなって、多分それだ、うん、飛び降りされたんだと思って、ちょっとじゃあ救急をすぐ呼んで、うん、で警察も呼んでっていう対応をしたんですね。なんですけど、警察とか救急が来るまでの間にちょっと思い立って、あ、よく考えたらこれ沢山さんが飛び降りるところを監視カメラに映ってるかもしれないって思ったんですよね。ああ、そうか、屋上の、はい、まあ結局聞かれた時に見せることにもなるだろうしっていうのもあったのと、うん、まあ正直ちょっと良くないですけど、ちょっと見てみたいっていう気持ちも生まれてしまって、分かんなくはないですよ、はい、はいはい、まあ、見ずにはいられなくなってしまった、うんうん、で映像を見たんですけど、自分が仮眠をするちょっと前、屋上に上がられた、はい、そのタイミングから実際にカメラにも映ってて、そっから多分1時間50分から1時間くらいのは、まあもうほぼ1時間ですよね、あのずっとこうやってカメラの画角の真ん中で突っ立ってこうやって揺れてるんですよ、うんうん、でなんかブツブツ言ってて、早送りすると、まあ、最終的にそっからそのままカメラの横向き、カメラからこうやって横向きになってこうやって揺れてるんですけど、そのままカメラの画角から外れてって、うん、その先にネットがあるんですよね、うんうん、だネットをくぐっておそらくそのタイミングで飛び降りられたんだろうなっていう映像が記録されてて、で早送りしたからちょっとよく分かんなかったけど、一瞬だけこっち向いたなっていう瞬間があって、え、うん、カメラを向いてるんですよね。あっと思ってもう一回巻き戻してよく見たら、カメラに向かって何か言ってるんですよ、うん、でカメラに向かって何か言って、しばらくまた揺れてから飛び降りられた。でこれ何言ってんだろうと思って、うん、音声がね録音されてない。そうですよね、はいはい、だからもうちょっと何回かこうよく見てみたんですよ、うん、そしたらおそらくなんですけどの後半は確実に死にますって言ってる。うえー、で前半はもう本当に憶測ですけど、見てるか死にますって言ってるんですよ。うーわやばっていう報告をしてるんですよ。はい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 。でうわって思ったんですよ。気持ち悪って思ったし、普通にこれめっちゃ怖いじゃんっていうのもあったんですけど、はい、その後施設長さんが話こっちから連絡して、はい、夜中だけど来てくれたんですよね、はい、で警察とか消防、あ、救急の対応をしてっていう時に、うんうん、実はこの沢山さんってその引き取ってくださるご家族がいなかっただけで、うちの施設からも特定の条件がないと外出はさせちゃいけないよっていう要請を受けてたんですよ、うんはい、で外出させていい条件っていうのは付き添い人がいることだったんですね、うん、でただうちの職員って、まあ、人数限られてるんで、うん、業務に支障が出るからその基本的には決まった時間しか付き添いできないんですよ、うん、コンビニに行きたい時とか、はい、なんですけど土日だけ毎週必ず来てくれる妹さんがいたんですよ、うん、で多分ご家族でその沢山さんと面会というかその沢山さんの一応面倒を見る意思がある方っていうのはその妹さんだけだったっぽいんですよね、うんうん、だからもうずっと妹さんが来てくれてて、でまあ飛び降りられた後、うん、妹さんもすぐ駆けつけてくれたんですよ、うん、こちらから連絡して、でその救急とか
警察の話をこう聞いてるんですけど、施設長と一緒に施設の外、その出来事があった場所で話を聞いてるらしいんですよね、うん、なんですけど施設長が、まあ、全部対応終わって事務所に戻ってきた時に、あのいや本当夜遅くにすいませんでした、うん、こんなことになっちゃってって言ったら、いつもだったらお前マジ何やってんだよって怒られるとこなんですよ、うんうんうん、すごい怖い人で、はい、あのお前はちゃんと見とけよとか、基本的にこっちがなんていうの、悪いことしてなくてもめちゃくちゃ怒ってくる、高圧的な人なんですね施設長。だから今回も多分相当怒られるだろうなって思って身構えてたんですよね、うん、はい、そしたら怖いもん見たって言うんですよ、うん、施設長がはって思って、うん、え、なんかあったんですかって言ったら、あの妹ずっと笑ってたって言うんですよ。はあ、もう人の話多分半分以上聞いてない、あれ、はあ、こっちの話半分以上聞いてなくて、もうずっとヘラヘラして、もうそのやっと終わった的な感じ、もうそれがひしひしと伝わってくるって。俺生まれてこの方あんなの見たことね、はあ、あれはちょっと俺もしばらく引きずるかもしんねえなって言いながら帰ってったんですよ、施設長。妹さんが一番怖かったっていう話なんですけど。うわすごいですね。なんかこれ難しいですね。妹さんはもしかしたらお兄さんのせいで壊れたのかもしんないですよね。ちょっとわかんないですけど、ね、なんかよく僕も生配信とかしてて、はい、まあそれだけじゃないですけど、母がこうなんです、姉がこうなんですとか、身内がやばいですっていう相談ってよく来るんですよ、はい、けど正直いや身内だけど逃げ出していいじゃんと思うんですよ、はい、縁を切ったりとかすればいいじゃんと思うんですけど、うん、やっぱりどうしても難しいらしいんですよね、はいはい、それはおそらく物理的に難しいっていうより感情的に難しいんだろうなっていうふうに思うんですよ、はい、なんか世の中の常識的に家族を捨てるのは良くないみたいな風に思われちゃうから離れがたいんだよなっていう呪いが自分の中にかかってるんだと思うんですよね。だからもしかすると妹さんはお兄さんのことをもう憎んでるし邪魔だと思ってたけど、兄だから世話しなきゃいけないとか、まあ、週1回来てたっていうのも実の兄だから来てたけどやっと終わったっていう解放感からニヤニヤが止まんないのかもしれないし、もしかしたら全部の元凶が妹さんだったかもしれないしとか、どう転んだとしても何かが邪悪ですよね。そうですね、正直本当にその悪いことをする人には全然見えなかったですね。あ、男性の方が、はい、うわそうですね。あ、そうですか、はい、全くそこはもうだから本当にっていうその経歴を見れるんですけど、はい、全然そうは思えないけどねっていう、まあ、ちょっとその外れてしまってる部分があるけどっていう感じでした、ね、でも得てして、ね、凶悪というかきつい犯罪する人ってそういう人多いですよね。まあそうですね、あの一概にはもちろん言えないかもしれないですけど、うん、そうですね、まあ、一概には言えないですけど、はい、怖いですよね。すごかった、すごい話ありがとうございます。さっきのその飛び降りまでが予選の話だったんですけど、はい、その続きが実はあってっていうのがさっきの妹さんの話、はい、いやそこまで聞くとまた奥が深いです ね、 ね、そうなんですよね。なんか幽霊怖いと人間怖いっていうのが本当に同じところに位置してるんだなっていう心の闇みたいなのがありますよ ね、うん、すね。いやすごかった。いや文木間さんたっぷり聞かせてもらってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっとなかなかと、いや超衝撃的でしたし、あの個人的に好きな種類の話でした。実際この施設であった話とか、はい、まあなんかそういうある種エンタメにはなっちゃうかもしれないですけど、人間の闇みたいな部分って大きくこうやって出していかないと、うん、今なんかそういうのを知らんぷりして生きてる人が割と多いじゃないですか。そうですね、そうですね。なんでいや向き合っていかないといけないけどなって思う方なんで、なんかこういう話がまた今日聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、最後になりますけれども、文木間さんのチャンネルに僕お邪魔させてもらっております、結構たっぷりいろいろ話させてもらったり、気量チェックとかもやらせてもらったりしてるんで、よかったら覗いてみてください、はい、ということでまた今後ともコラボしてください。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。